どうもお疲れ様です。即歌塾の久保でございます。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、デメリット、リスク、そういったものを日々感じますよね。どんなことをやろうとしても、どんなことをしていても、きっと、ああ、もしかしたらダメかもな、とかね、自分はもうこんな年だからダメだろうな、と、不利を感じることって多いと思うんですよ。で、私ね、今ね、10月1日にキックボクシングの試合を控えております。格闘技の経験はありません。 まともな運動も追ぞしてこなかった。そんな形で50歳になってしまいました。いやでもね、今、50肩を痛めていて、体力的にもスタミナ的にも全然自信ないですよ。でもそんなところからね、50歳になった私が未経験のまんま、まあ、単なる気持ちだけでね、自分のやってみたいという、その好奇心だけで試合に出れるとしたら、そしてもしかしたらね、試合で勝たないまでも、 いい感じで最後までねやり通すことができたらどうでしょうかね同じような年代とか同じような状況の人になんかこう希望を与えることができるんじゃないかなと思ったんですよで私ね挑戦に対して一つ自分なりの持論を持ってます挑戦っていうのはできもしないことに挑むから挑戦なんだと思うんですよそれこそ人に話したら笑われるようなねお前気でも狂ったのかやめとけよっていうふうに 言われるものが挑戦だと思うんですよ。頑張れよ。お前ならできそうだな。って言われるのは挑戦ではないんですよね。いや、そのぐらい私はね、不可能に向かって、無に向かって何かをやってみたいなっていうふうに思うんですよね。そうですね。今年の2月に試合に出ることを決めた。そして試合に出るために今トレーニングしてますけども、そのための行動っていうのは、例えて言うとね、 ずっと会社員だった人がネットビジネスの世界に参入して2月に決意してねスタートして10月までに月収100万を達成するんだっていうふうに思ってるようなものかもしれませんネットビジネスに参入して1年以内に月収100万達成する人ってそんなに多くはいないと思うんですが同じように経験もないのにねキックボクシングのリングに上がる そんな人もあんまりないと思うんですよ。だからこういうね、一見無謀とも言えるようなことに、好奇心をもとに挑戦すること、確かに、怪我のリスクありますよ。もしかしたら、試合に出て大きなダメージを得るかもしれない。まあでもね、そのリスクとか、うん、危ないなっていう風なね、デメリットに目を向けるよりも、それこそ1%のね、希望に向かって、一応信じて、 突き進んでいけるのがまあ人間の勇気やまあ見えかもしれないですけどねんなんかこうモチベーションになるんじゃないかなと思いますね、はい、ですので皆さんもねネットビジネスに参入して自信なくなるかもしれませんけどもだからやる価値があると思っていただければと思います、まあ、全ての行動ってのはあなたが思うから始まるんですよ思いのないところに何も達成はないと思います でですんでね、よく才能や素質って話が出ますけどもやってみたいと思えばもう才能はありますやり始めたならもう素質はありますあとは結果が出るまでその気持ちが変わらずにいれるかどうかだけじゃないかなと思うんですよねはいじゃあ頑張っていきましょうリファイトあれ切れなかった